こんにちは、発売チャンネルのさえです。はい、今日はですね、今日もねまたまたこんな感じでちょっとね動画を撮っているんですけど、今日はなんとまたね、まあ別の友達なんですけど、今日私の友達と原宿に今から食べ歩きをねしにお出かけに行くので、今日はねその一日を撮っていきたいと思います。1ヶ月ぶりぐらいの原宿なんですけど、食べ歩きはね最近してなかったのでめっちゃ楽しみです。で、私のその今日一緒にね原宿に行く友達がなんと人生で一回も原宿に行ったことがないんですよ。本当に今日が人生初の原宿ということで、一緒にね楽しんでいきたいと思うので、今日はねその一日を撮っていきます。で、まあ今日はねハーフアップにしてみました。ハーフアップにしてこんな感じの服にしてみました。ちょっともう今からね駅に向かうので、早速もう準備して今から家出たいと思います。行ってきます。着いたぞ。すごい、すごい、初めての竹下通り。というわけで竹下通り着きました。どう、結構あっという間だった？電車がすごいね、混むよね山手線。いちご飴買いました。初めて食べてみて、ちょっと感想が聞きたい。初いちご飴、美味しいよ絶対。飴がめっちゃ柔らかい。柔らかい、よかったね。美味しい。というわけで食べます。食レポしてくださいよ。甘くて美味しいです。次何食べようか。いろいろあるよ。何が？さゆちゃんのおすすめ食べ物。おすすめね。何が飲みたいんだっけ？サイダー。そう。炭酸。そう、炭酸飲みたいらしいから炭酸。炭酸っていうかね。サイダーっぽいのを求めて。しなこちゃんのお店に行きました。買ってきます。いただきます。いただきます。おいしい、めっちゃシュワシュワ。青リンゴ、おいしい。めっちゃ可愛くない？これ可愛すぎる。いただきます。めっちゃ美味しい。良かったですよ。生、めっちゃ美味しいんだけどこれ。痛い。めっちゃ美味しいこれ。ハニーマスタードのチキン頼んでます。美味しそう。どっちが割り箸食いに割れるか。これが、これが割れる。せーの。悪くない？せーの。いや、いいじゃん。変わって。一緒。うん。美味しい。どんな味がしますか？めっちゃ甘くて美味しい。マスタードの味もしっかりしてる。辛いの？辛くはない。なんか、甘くてマスタードがついてるみたいな。わかんない。どうすかどうすか。うまい。めっちゃ美味しい。なんかさ、甘いのになんかマスタードがかかったみたいになってるけど。そのままだね。でしょ。わかる。わかるでしょ。言ってることがよくわかる。ハニーマスタードだ。これやるの？そう。いいじゃん。何狙い？そうだね。個人的に一番欲しいな。ブラをある友達とやって、やっぱイカちゃんでやってて、色がね、確か水色かね、オレンジだったんだよね。へぇ、いいじゃん。そしたら狙いは？イカの？黄色でーす。あ、イカの？黄色でーす。あ、黄色、黄色。黄色か。
ちょっと待って。あ、あれ、あれ、あれなんか。イカちゃんや。紫のイカ。紫のイカだ。じゃあ、そこ入れてみてよ。カプセル。あ、いた。あ、スタート。金運だ。どうしよう。コナンをやるんですか次は。売り切れてる。え、マジ。こっちもあるよ。缶バッジの方ね。さあ出るかな。さっき出なかったけど。いいよ。ちょっと。よし。赤色だよ。はい、来た。おお、本当だ。いつも。というわけで。コナン君がコナン君がね、あ、じゃあまたカプセル入れてみてよ。よし、入れる。運がわかる。いった、なんだ、ダラダラダラ、あれ、なんか違う、あ、来た、なんか揃ったよ。え、だけ、え、おー、金運来た、さっき、あ、残念。めっちゃ美味しかった。アイムドーナツ買いました。美味しそうじゃない？めっちゃ美味しそう。そうで、食べたかったチョコが売り切れだったからプレーンを2つ買いました。はい。食べてみよう。いただきます。いただきます。いただきます。食べて。もちもちでしょ、美味しいの、めっちゃ美味しいの。食べ終わりました。めちゃくちゃ美味しかったです。気に入った？はい、やったね。そう、本当に美味しい。よかったね。今ね、2時ぐらい。プリクラとか撮り行く？行きたいね。よし、じゃあプリクラ撮り行ってきます。行きます。美味しいおやつだったね。おやつだった。おやつというわけで、このお店ね、このお店、そう、このお店で、私は、これなんだっけ、ハニー醤油、なんとか醤みたいなやつを買って、で、私のね、その友達の方が、チーズハットグみたいなやつ買ったの。そしたら、渡された時に、なんか、そうでした。やばくない？なんか、1個500円ぐらいするんだよね。550円。550円するのに、結構長いっぱいなんだよね、2人とも。で、サービスです。なんかひき肉ですみたいなイントネーションで渡されて2個もらったんだけど食べきれず。まあ550円、まあお得サービスはしてくれたので、ありがとうございます。というわけで、小食女子が頑張って今から食べます。何これ、砂糖ついてる。そうだよ、美味しいんだよ。美味しい。食べます。じゃあ帰ります。はい、原宿ここで終了です。終了。はい、というわけでね、結局帰ってきてもう夜ご飯も食べちゃったんですけど、こんな感じでね、今日は原宿に行ってきました。めっちゃ楽しかったですね。ちょっとね、さっき動画でね、こっちの原宿内でのその動画では喋ってないんですけど、久しぶりに原宿の竹下通りでロコモコアコちゃんたちに会って、声かけてくれて写真撮ってね、インスタのストーリーにもあげたんですけど、めっちゃ久しぶりで、すごい本当嬉しかったです。久しぶりに会って、今日本当に久しぶりに会ったんだけど、身長めっちゃ高くなってて、私も高くなったから、私の方が高いかなとか思ってたら、全然普通に同じぐらいでね、ロコちゃんなんて私よりちょっと高いぐらいでね、まあ、コウコちゃんもね、めっちゃ大人っぽくなってて、すごい、やっぱね、実際に会ってみると、うわ、可愛いってなるよね。で、こうお互いね、また遊ぼうとか言ってくれて嬉しかったです。というわけで、久しぶりに原宿でもめっちゃめちゃ食べれたし、楽しかったので、いい一日でした。というわけでね、春休みすごい充実してるんですけど、まだまだいろんなところに遊びに行くので、今後もね、こうやって遊びに行く動画を撮って出したいと思います。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。